昨年末、ラウンド5に向けたメンバー練習。選抜メンバー8人の中で、今回のドキュメントの主役である2人のダンサー。 D リーグ初の双子ダンサー、姉のアンリと妹のカンナ。ダンスジャンル、ボーグを軸に唯一無二のパフォーマンスを見せるベネフィットワン、モノリス。前シーズンから一部メンバーを変え、今シーズンに臨んでいる。チームに加入した双子ダンサー、アンリとカンナ。もともとアンカンというユニットで活動し、数々の大会で優勝経験もある2人。姉のアンリ、本人曰くみんなとワイワイしたい行動派。一方、妹のカンナは一人の時間が好きなインドア派だという。ディレクターハルが2人を加入させた理由とは。シーズン1の時も以前お声もかけてたんですけども、2人も仕事的にちょっと忙しくて出れなかったのもあって、で今回新しくメンバーを募集するにあたって、会社の方たちもぜひ双子を入れたいっていう話があったので、その話をして入ってもらった感じです。身長的にもですし、あのラインのバランスの2人が、しかも顔も一緒でって綺麗でっていうのが結構いてほしいなっていうのはすごくあって、で、あの2人が入ってもらえてよかったっていうのはすごくあります。過去、大阪で同じチームで活動し、同じく D リーグに兄弟がいるメンバーのカホが2人を語る。客観的にはすごい、その双子ってすごい強みやなと思ってて、似てるから、踊り方とか表情とか顔の向きとか、それだけでも絵になってしまうし、このチームでも生かしてほしいし、 D リーガーの中でも、まあ、その2人のリンクしたなんか踊りとかもなんかどんどん注目してもらえたらなと思います。双子ならではのシンクロを武器にベネフィットワン、モノリスに加入。日々切磋琢磨する2人の練習後に同行した。いけるか。うん、もちろん。あ、そうなんだ。大阪からおよそ2年前に上京し、現在2人は共同生活をしている。1週間のほとんどを練習に費やし、帰ってきたら疲れて寝る日々を続ける2人。いただきます。疲れた。めっちゃシーンって寝てます。普段めっちゃ食べるんですよ、ほんまに。めっちゃくちゃ食べるんで、なんかこんなでかい鍋でも多分2人ペロって食べちゃうな。うん、ダンスの練習でも一緒やし、お家帰ってきても一緒やし、ずっと一緒におるし、それで言ったらもう生まれてきてからずっと同じことしてて、全部ずっと一緒なんで、高校は違うとこ行ったんですけど、ずっと一緒や。同じ生活とか同じ環境で育ったかって性格が一緒になるわけではないよね、やっぱり。そうや、まあ、好きなものも全然違うしの、でもあ、それやったら好きなものは全然違うんですけど、嫌いなことは結構一緒のことが多いです。食べ物とか、まあ、あんまり嫌いな食べ物はないんですけど、なんか唯一あんま好きなじゃないっていうか、食べれますけど好んで食べないっていう食べ物が鰹節なんですけど、かつお節お互いあんま好きじゃない、うん、別に食べろって言われたら食べるんですけど。幼い頃から共にダンスをしてきた2人が経験する D リーグという舞台、そしてチームに加入し生まれた変化とは。こう初めて経験することもたくさんあったので、戸惑いを感じながら戦わなきゃいけないっていうところもあったんですけど、まあ、メンバーのみんながすごい支えてくれてるっていうのもあって、今やっとこうステージに立ってるのかなっていうのは思っています。まあ、個人的にはそんなに体が柔らかくないんですけど、ボーグはやっぱり体の柔軟性とかも必要ですし、それと伴って筋肉も必要やし、なんかもう肉体構造から頑張らなきゃいけないくらいの、本当にヒールやってきたって、まあ、思ってたんですけど、それとはまた違ったところに踏み入れたくらい
ぱりモノリスがヒールでしている技っていうのは今までに挑戦したことないことがたくさんあったので、そこの部分ではもう結構苦戦しました。最初の方からベネフィットはモノリスの軸であるダンスジャンルの防具、チームが求める表現を身につけるため日々練習に励んでいる。そもそも防具とは歴史の古いジャンルでもあり、流麗感のある動作や体のひねり、幾何学的な手先の動作、さらにジャンプ、アクロバットなどさまざまな技がある。ヒールを履き華麗なパフォーマンスで魅了させるベネフィットワンモノリス、しかしその裏側ではこんな苦労が。つま先、ずっとつま先立ちって感じです。かかとにはそんな体重は乗ってなくて、つま先立ちでとりあえず動いてるっていうのが多分一番わかりやすいかな。普通に歩くだけでも結構きついね。これヒールなので30分寝てられへんぐらいです。普通に立ってるだけでも、みんなもう足がってなりながらやってました。腰に来たりずっと履いてることによって足の筋を切っちゃったりとか、太ももを肉離れしたりとか。ラウンド2あたり私はサポートメンバーだったんですけど、その時肩脱臼しててもう肩上がらなくて、練習も本気で踊らなきゃいけないのにやりきれない部分とかはあって、でも私だけじゃなくてメンバーみんななんですけど、怪我と向き合いながらって感じです。今も肩外れる癖があってバーってなるんで、めっちゃ気をつけてます肩。メンバー全員怪我と向き合いながらも表現する唯一無二のパフォーマンス。チームの一員として今の目標とは。まだまだ知らないこともたくさんあるんですけど、その上でもっと知りたいって思うし、もっと追求したいと思うし、こう激しいのがすごいピックアップされがちなんですけど、あの中にもいろんなものがあって、それを伝えれるメンバーに なれたのかなって思うので、私も一緒に勉強しつつ防具の良さを伝えれるような人になりたいなっていうのは思います。チームに加入し防具をより追求しもっと成長したいアンリとカンナ、しかし思いが強くなるほど浮かび上がる個人の課題。自分が上を目指してるっていうのももちろんあるんですけど、毎回の練習で消化しきれてない部分っていうのが正直自分の中ではあって、もっと練習が必要だなって思うし、なんで自分できないんだろうっていう焦りがあったりとか、チームとしての課題もあるかもしれないんですけど、なんかこう自分まずは私自身の課題の方が今はすごいちょっと気になってて、なんか最近はそうですね、それに対してすごい悩んでるのはあります。ちょっと不安もありつつ、本当にこんな、なんか本当にこれでいいのかって思う部分もあったり、だけど練習は毎日あって進んでいく中で、自分は本当にもうなんか頑張れてるのかなって思う時もあったので、なんか、なんかこう泣きそうなんで？泣きそうないし、すぐできない自分とかもすごい悔しいなって思うし、もっと頑張りたいっていう気持ちはあるけど、それ気持ちと体がついてこないこともあって、すごい、葛藤してるのかなっていうのは思います。やっぱり防具の中でもちょっとフェミニンな動きのものはやったことがなかったから、やっぱり2人が苦戦してるのをすごい
見てたし、いきなりやってすぐにできるものでもないので、なんかそういう2人のその防具に対する向き合い方が本当にできなくても真剣に取り組んでる姿を見て、なんか私もすごいアドバイスだったりとか、なんかこう自分ができることっていうのをやりたいなっていうのをすごい感じて、で2人もそれに応えようと頑張ってくれてるなって思いました。心が折れそうになるとき、支えになるのはやはり家族の存在。言わなくても、まあ、落ち込んでたりする部分は、逆にそういう時は何も言わないですね。お互い無言、言わなくても分かるんですよね言葉に表さなくとも心でお互いを励まし合い、見守りながら目指すダンサーの高み。でもまだこの頑張ってる途中だと思ってるので、大きな目標がある上での今すごい課題がたくさん出てきたものだと思ってるので、乗り越えるしかないし、こう頑張るしかないし、もっとがむしゃらにこうとがむしゃらにやるしかないって本当に思ってます。挑戦し続ける双子ダンサーアンリとカンナ、求められているものに応え、さらにチームに新たな強みを与える存在になるまで。アンリと一緒に思われたくないっていう時期もあって、髪の毛の長さも違ったりとか、着てる服も全然違うくて、どうやって双子じゃないように見せるかっていうのを考えてたんですけど、やっぱりこうずっと生活していく上で、私の体の一部といっても過言ではないぐらい同じ時間を過ごして、同じ目標があってってなった時には、やっぱり心強いし、それを武器に自分たちが主役のラウンドも多分回ってくると思うので、そこでは自分たちが主役でちゃんと踊れるように、ちゃんと主役としてみんなを引っ張っていけるぐらい持っていきたいなっていうのをすごい思ってます。ラウンドを重ねながら成長し続ける2人、彼女たちが活躍するラウンドではどんなパフォーマンスを見せてくれるか、2人の成長を見守りたい。